近藤元彦は日本の政治家、自由民主党所属の元衆議院議員。父は衆議院議員、農林水産大臣を務めた近藤元次新潟秋の理工等学校を経て、1976年に日本大学理工学部建築学科を卒業。父、近藤元次衆議院議員の秘書となる。1996年の 第41回衆議院議員総選挙に、新潟2区から無所属で立候補し落選。2000年の第42回衆議院議員総選挙で初当選。以後、連続3期当選。自民党農林部会長など農政通りとして活動。農林水産委員会、文部科学委員会、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会を務める。2008年8月。 福田康夫改造内閣で農林水産副大臣に就任。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙に自民党公認で立候補。公明党の推薦も受けたが落選。2011年2月、政界からの引退を発表する。2018年11月17日19時29分、敗血症のため新潟市の病院で死去。 64歳ボーツ、のぶ4位、朝日、重光明追増。2009年6月30日、近藤が役員給与として建設会社から総額およそ1880万円を受け取っていたことが発覚。国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範違反と指摘され、返金を表明し謝罪。ありがとうございます。